ご視聴ありがとうございます。今回は、1990年代に、3D グラフィックで、一時代を築いた 3DFX、インタラクティブの、栄枯盛衰の物語を、ご案内します。3DFX、インタラクティブは、以前動画で案内したことがあるんだけど、3DFX、インタラクティブは、なぜ、彗星のごとく現れ、一時代を築けたのか？そして、なぜわずか数年で消滅したのか？についてご案内します。ここからは、3DFX、インタラクティブでは名前が、長いので、3DFX と呼ばせて、いただきます。よろしくお願いします。まずは、3DFX の創業からパソコン市場への、参入までを見ていきます。3DFX の創業。コンピューターグラフィックスの大手シリコングラフィックスで働いていたスコット・セラーズは会社の方向性に不満を抱いていた。シリコングラフィックスは1990年代に映画産業で利用される CG 制作のデファクトスタンダードとなるなど、当時、世界最高のグラフィック開発技術を持っていたんだ。しかし、映画産業や企業、大学向けなどの業務用コンピューターグラフィックスの開発以外には関心がなかったんだ。スコット・セラーズ。これからはパソコンの時代だ。パソコン向けのコンピューターグラフィックスは必ず成長する。特にコンピューターグラフィックスを駆使したパソコンゲームはビッグビジネスになる。こうなったら自分たちで会社を立ち上げてパソコンゲーム市場に参入してやる。こうしてセラーズは会社の同僚たちと共にベンチャーキャピタリストの出資を受けて1994年に 3DFX を創業する。ブーブーグラフィックスを発売。3DFX は、まずアーケードゲームに取り組み、そして、コンピューターグラフィックスの、ノウハウと実績を積み上げ、1996年、パソコンゲーム向け 3D グラフィックスカード、ブーブー、グラフィックスを、発売する。他社を圧倒する 3D グラフィックスの、性能で、ゲームソフトメーカーやゲームユーザーから支持され、3D グラフィックスカードの、トップに躍り出たんだ。おお、アメリカのリース。3DFX の成功した理由。3DFX が成功した理由は、3つあると思うんだ。3つ？ 1 つ目は、独自の高性能な API であるぐらいだ。2つ目が、ゲームソフトメーカーに支持されたこと。3つ目が、大手の製造、販売会社と、パートナーになれたこと。API と、ゲームソフトメーカーと、製造、販売会社との、パートナーシップ？そうだね。まず、1つ目は、独自の高性能な API であるグライダなんだけど、ゲームのグラフィックは、グラフィックボードの性能だけでは、不十分なんだ。高性能な API と、グラフィックボードによって、初めて、高画質なグラフィックが表現できるんだよ。そうなんだ。ところで、API って何？ API は、ハードウェアであるグラフィックボードと、ソフトウェアであるゲームソフトの、仲介をするプログラムだよ。ナコードみたいなものかな。高性能な API と、グラフィックボードによって、高画質なゲームが表現できるんだ。そして、ゲームソフトも、高性能な API を、利用して、ゲーム開発を、することにより、高画質なゲームが表現できるんだよ。API って重要なんだね。マイクロソフトも DirectX と、いう、API をリリースしたんだけど、まだ性能は、いまいちだったんだ。独自 API のぐらいだと、
ブーブー搭載のグラフィックボードの組み合わせは当時最強の 3D グラフィックボードだったんだよ。そしてゲームソフトメーカーも 3DFX の独自 API のグライダでゲーム開発を行っていたんだ。ゲームソフトメーカーも支持していたんだね。そして4つ目、大手の製造販売会社とのパートナーシップ。当時グラフィックボード販売の最大手だったクリエイティブラグスとダイヤモンドマルチメディアという大企業とパートナーを組めたことによって、パソコンショップなどへの営業流通が迅速に行えるようになったんだ。 3DFX の成功でわかるように、グラフィックメーカーは商品開発だけでなく高性能な API、 ゲームソフトメーカーからの指示、製造、販売、この3つのバランスを取りながら経営していく必要があるんだよ。グラフィック業界のエコシステムだね。そして前世を誇った 3DFX は2000年12月 NVIDIA に買収され消滅する。頂点から数年で消滅。そう、 3DFX が頂点から転げ落ちた理由は2つあると思うんだ。1つ目がマイクロソフト、2つ目が STB システムズの買収。マイクロソフト、そして企業買収の失敗。今回はここまで。次回は 3DFX の消滅の理由となったマイクロソフトと 3DFX の戦いについてご案内します。ご視聴ありがとうございました。